フランシスコ・ソラーノ・ロペス・カリージョは、パラグアイの政治家。初代大統領カルロス・アントニオ・ロペスの長男で、1862年に、父の死を受けて、第二代大統領に就任した。早い段階で父から後継者として認められていた、ようで、1853年には、全権大使として1年半をかけて、イギリス、イタリア、フランスなどの西欧諸国を歴訪している。 特に強い影響を受けたのはフランス第二帝政と皇帝ナポレオン三世であったようである。祖国に帰ってパラグアイ軍の責任者になると、早速軍服をフランス第二帝政と同じものに変更し、ナポレオン三世の王冠のレプリカを作らせている。また、この歴訪中にパリでアイルランド人の高級娼婦であったエリサリンチを見染め、彼女を伴って帰国している。 父の残した強力な軍隊を使って1864年からパラグアイと似たような立場にあったウルグアイの中立をめぐって三国同盟戦争を引き起こしたが事前に約束していたアルゼンチン連邦派の指導者フストホセでウルキリサの支援が得られずまたウルグアイでコロラド島がブラジル軍の支援を受けて ブランコ島との内戦に勝利し、親ブラジル派政府が成立したため、当初のアルゼンチン、ウルグアイの協力のもとで、ブラジル帝国と戦うという構想は崩れ、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイの三国同盟を敵に回して、戦うことになってしまった。アルゼンチンのバルトロメ・ミトレ大統領が3ヶ月で、終わると豪語した戦争は5年以上続き、 ソラーノ・ロペスは国民を率いて最後まで勇敢に戦ったが、ブラジル軍の追撃を受け、1870年にセロ・コラーの戦いで戦死した。三国同盟戦争で国土を破壊し尽くされ、人口の半分以上が戦死したパラグアイは賛美を極めたが、1926年にパラグアイ議会で祖国を防衛した英雄として、最初にロペスの名誉回復がなされた。 その後、1936年に、クーデターで政権を握ったチャコ戦争の英雄、ラファエル・フランコ大佐からも名誉回復がなされ、現在は、マリスカル・ロペスと呼ばれて広く、国民から尊敬されている。ありがとうございます。